順番もう決まってるでしょ。ノリユウさんの方が、ワンピース。開幕はクーラー対キョウ。これは今日苦しい組み合わせだが、まあロジャーさん、キャラ対策はできているでしょうか。垂直に NB にレフティ引っかかってしまう。これは苦しい。あ、クーラーに対して今日はレフティ振られるだけでだいぶ何も返せないので、さあ分かっているノリさん、レフティをガンガン振っていく。今日レフティしっかり勝って、バイツで落とす。全体をしっかり勝って、めくりジャンエイから裏台締めて、背面を全体避けたところを投げる。なる二人クーラー。バイツでしっかり飛び落とす。チャミリーところにレンジン。ここはマックスエッジで殺しに行く。しっかりバイツを落とす。素晴らしい反応。これはもう苦しい。ロジャーさん、マギさん、ジャブットし、サンディをヒエンジさん見えている。投げて焼却を、最後はヒエンザンまた出ていく。さあドヤ顔で倒していく。さあ明大モンテカルロ勢同士の戦いとなりました。始めてください、始めてください。厚みが出てくるな。モンテカルロ勢大阪が来ました。ナエラさん、キャラはエイジガイ、ケイドッシュ。この2人もモンテカルロでかなりの体制数をこなしているので、人読みが入ってくることでしょう。レディーゴー。さあ行く、エイジに差し込んでいく。クーラー対策はできているか。さあジャンプをバイスパイダーで勝っていく。レスピン大足からバイス、ライドを投げて前提をしっかり変わるが、ちょっとシップまで出ない。スライダー、もしかオッポの隙に禁止差し込んでバイスまでやっていく。投げ外して強レスピンをバイスパイダーで勝っていく。禁止体力が多いのでまだ死んでいない。ファイナーでクーラー体力を取り込んでいく。突破切り当てて、ここの球をセービングシフト、崖切り返して突破切りにゼロ気もしっかり見えている。さあジャンピー横で拒否でジャンプ、そして前受け身をしっかり金銀で勝ってしゃがみにゼロ気も、そしてしゃがみにしゃがみにしっかり殺しに行く。これはブーガーで殺して、しゃがみにやってて、これはピーダッシュならゲージが2本あるので分からない。してやったが遠流列までしっかり決める。残り2より、ああシフトが出なかったか。チェーンドライブ離したが、怪しい試合展開でしたが、ノリさんが似たて大将の方君を気づき出します。結構来てますね。
さあノリさんが三立てで決めていくのか。クーラー対強になった。さあホウ君強でクーラー対策できているのか。先ほどロジャーさんもクーラーに対して強で何もできずに死んでしまっていたが、さあどうなる。プレス入っていく。エイシジャンプとして、さあキンディからサンディのゲダンコンボを当てていく。壊し振ったところにレイスピン当たってしまう。レイスピンね。ひらまりをしてみてダーフブレスのタイミングが後手に拒否。ジャンビーさあホー君これは辛い。前提をしっかり買ってさあテイミングのところにレイスピン噛み合って走るまでやったが、ちょっと距離が遠かった。しっかりヘブンズライブ落としていく。だがこれでケイラシノーゲージ。バイツ落とす。ベイスピン当てて、バイツで殺しくる。走りすぎだった。これは、流星落、発脚。しっかりコンボ決めて、ジャンディ禁止、天竜レッカー。これ殺していって。さあ最後はめくり壊しコパン。さあこれはホーク苦しい。さあエディエからシャラあってまだ諦めていない。さあ前回の隙にヒートドライブやったが隙がなくて優勝じゃないですね、決勝進出はユーロシアさんチームです。拍手お願いします。やめてしまえ。